羽賀道也君、はい、国民民主党新緑風会の羽賀道也です、えー、4人の専門家の皆さん、えー、先生方本当に様々な角度から貴重なご意見ありがとうございました、えー、今後の、ま、政策議論にも生かしていきたいと思っておりますありがとうございます、えー、それでは初めにあの斉藤先生にお伺いしたいんですけれども先生はかつて国立保健医療科学院にもいらして 研究や研修を通じて、国内外のヘルスセキュリティ強化に向けて取り組んでいらっしゃったと、イギリスへの留学経験も経てということですけれども、国立感染研のご関係,ご関係者の中にも、田代正人先生など、新型コロナの感染拡大当初から、徹底的な検査と厳格な入国規制、軽症者を含めた隔離と治療を訴えていた方がいらっしゃったと聞いております。 斉藤先生のヘルスセキュリティの強化の取り組みも踏まえて伺いたいんですが、一般的に未知の感染症が入ってきたときは、まあ、最初は外国からの入国など、徹底的に人の移動を抑えて、その上で徹底した検査と治療で抑え込むのが本来の姿だと伺いました。まあ、あの過去問という表現もありましたけれども、今回の、まあ、当初の対応の反省もめ含めてですね、 これからの未知の脅威に当たっていくということも重要だと思いますので、えー、我が国ではあ当初、中国で感染が広まっているにもかかわらず、当初は、えー、浙江省からの入国はやめるけれども、それ以外の中国からの人の流入を止めないなど、比較的当初、緩い政策が取られていました。新型コロナが日本に入った2020年1月ごろから、厳格な入国規制や、軽症者も含めた徹底した検査、 陽性になった方の隔離が必要では必要だったのではないかという指摘が専門家からもありますが、えー、斉藤先生のご見解をお聞かせください。斉藤参考人、はい、えーごご、ご質問ありがとうございます。まさに今今回の例えば新型コロナがまた初めから同じような状況は、まあ、初めからやり直すとしたときに、まあ、どういう方法が一番良かったのかなというのは非常によく今でも考えるところではあります。 あそこで最初に徹底的な形で臨むべきだったのかそれともあれぐらいの形でよかったのかというところは非常に今でも自分の中では結論がないところではありますただあの状況の中で非常に限られたリソースの中でその徹底的な隔離というのができたかというとなかなか難しかったのではないかというのが本音ですまあ,あの時の手持ちのリソースでやる方法としてはまあ 徹底的というのは、なかなか難しかったのではないかなというのが私の所感です若道哉君。15日の厚生労働委員会でも、検査で陽性になった方の割合を検査数で割った陽性率について質問をさせていただきました。直近の陽性率は10月末までの1週間で31.1%、その前の週が28.1%、さらに前の週で27.6%だと。 いいうご答弁をたただきました一方、アメリカの医療政策を支えているジョンズ・ホプキンス大学の新型コロナ検査に関するホームページを見ますと、まあ、陽性率が5%を2週間ほど下回っていなければ、ビジネス活動や海外からの入国を緩めてはならないというふうに書かれています。WHO の文書でも同様のようです。しかし、日本では陽性率が5%をはるかに超えているのに、現在、入国規制が緩和されて、 全国旅行支援が実施されています熱帯の感染症を研究されてきた斉藤先生として、この緩和とです、ね、陽性率、ご見解を伺いたいんですが、まあ、陽性率5%という,うアメリカなどの指摘、さらには現在、日本ではこれをはるかに上回っているんだけれども、さまざまな緩和が行われている、この2つの点でですねご見解をいただけますでしょうか。斉藤参考人 検査の陽性率というのは、まあ、検査の,あの、検査数ですね、まあ、きちんと検査が必要な人に提供できているのかという指標にもなりますし、またこの陽性率の上下というのは、現在の感染状況を表す指標としても重要な指標だと考えております。えまあ、その5%という数字は、おそらくもうちょっと初期の時の目安だったのではないかというふうに考えます。明らかに初期の際には、まあ、この5%というのを目安として、検査がま足りているか。 でえー、流行状況を大きく、非常に大きくなりすぎていないかというのを判断するポイントではあったと思いますが、まあ、昨今の状況においては、あなかなかそのようなあの5%というところに保つというのは、あまり、えー、指標としては、えー、ちょっと昔とは違うのではないかなというふうに考えております君では、そのおまあ、5%というのはね、えー、少し緩めて考えてもいいというご意見でしたけれども、 この状況の中で、ええー、さまざまな旅行支援など、まあ、行動の緩和が行われているというところは。どう、捉えていらっしゃいますか。斉藤参考人。はい、まあ、今の段階は、まあ、少しずつ、この、コロナの、えー まあ、リスクが少しずつ下がってきている中で、まあ、下がってきている中、ワクチンなども行って下がってきている中で、まあ、社会をどのように回していくのかというのをまあ,あの広げていく段階であるというふうに思います。まあ、その旅行支援というのがまあ、支援までするのかどうかという議論はあるかと思いますが、その、えー、まあ、流行状況をきちんと見ながらそこはあの進めていくものではないかなというふうに思います。長見千代君。ありがとうございます。 えー、もう一問先生にお伺いしたんですが、この国の新型コロナ対策では、えー、2020年から重症者重視の方針が取られてきて、それが現在も続いています、しかし軽症者重視の、えー、重症者重視の裏で、軽症者や症状なしの方が軽視されて、軽症者や無症状の方から感染が広がることで、感染が完全に抑えられていないのではないかという指摘が、呼吸器感染症の専門家の方の中からもあります。 重症者重視のこの厚生労働省の方針について、えー、斉藤先生のご見解はいかがでしょう。斉藤参考人はいまあ、医療の提供体制という点では、まず重症者の方に確実に、えー、医療医療を届けるということは非常に重要な点であると思っております。まあ、そこで、まあ、軽症者の方、無症状者の方を決してないが、しろにしているわけではありません。で、まあ,あの、まあ、初期にまあ、なかなか。その、えー 検査が行き渡らないという状況はあったとは思いますけれども、まあ、昨今においては、その方々が早めにこの感染に気づいたりするような検査体制などは十分出来上がってきているのではないかと、また医療へのアクセスもしやすくなってきているのではないかというふうに考えま芳賀道あ君。重症にならない方での死亡者が増えているという印象もあるんですが、この点はいかがでしょう。斉藤参考人はい まあ以前と比べて、コロナそのもので重症化をするという方は、なかなかえいやいや少なくなってきている反面、例えば高齢者の方などで、コロナを後押しするような形で、より状況、状態を悪化させるというような状況があることは生じております若道哉君、ありがとうございます。えー、次に田中先生にお伺いしたいんですが、えー、先生は東京医科歯科大学の学長も務めになっていらっしゃいます。 同じく東京医科歯科大学ご出身の倉持先生、インターパーク倉持呼吸器内科の院長ですが、コロナが広がった2020年から現在に至るまで、政府はずっと現場の声を聞いてこなかったと述べられています。田中先生は、消化器内科がご専門と伺いましたが、呼吸器内科、呼吸器外科など、新型コロナの臨床現場の意見が政策に反映されるようにするには、 政策決定システムをどのように変えるべきだとお考えでしょうか。田中参考人難しいご質問だと思うんですけれども、あの先ほどのあの、日本版せ政治というのをお話ししましたけれども、やはりあの専門家の中にです、ね、その呼吸器内科医とかです、ね、そういう方たちを入れるべきだというふうに思います。 あのやはりどうしてもあの公衆衛生や,やり感染症の専門家は主体になりますけれども、実際に患者さんが見ているのは、呼吸器内科医が見ていますので、そういう人たちが入ることが重要だと思います赤道也君。ありがとうございます。えー、先生のお話でもあの、保健所機能の強化、日本版 CDC もありましたけれども、特にあの私、山形県ですので、これまでの合理化で、えー、保健所の数が大きく減ってです、ね、非常にコロナの中でも、 3年間、疲弊してたんですが、この保健所機能の強化について、最後にお願いできますでしょうか田中参考人ああ。すみません、失礼しましたやはり保健所機能を強化するためには、保健所のやるべきことにプライオリティをつけるということで、あの先ほど申し上げたように、あの例えば健康観察とかはです、ね、やっぱりあの医師に任せるというような形を取って減らす。それからともう一つあの 電子化を進めてファックスに依存する体制を早く脱却することだと思います以上です長千家君ありがとうございます時間ですのでご意見をお聞かせさせていただきますありがとうございます